皆さんこんにちは、新作の部屋のさくです。初めての方はじめまして。いつもご視聴いただいている皆さん、いつもありがとうございます。はい、ということで今日はね、とりあえずね、皆さんにお知らせがあります。右上見てください。ランク5になりました。あの後ですね、ちょっと無様な試合を見せられないということでね、いろいろやりましたよ。まあ、勝ったり負けたり繰り返して、まあ、現在ランク5と、まあ、まだまだ5なんですけどね。はい、で今日はですね、これからスプラトゥーン2になって新要素が、まあ、できましたよね。サーモンランといって、これ読むとですね、その各エリアにその鮭が近づくと、クマさん紹介の募集が始まって、その謎のバイトサーモンランとか言ってるな、なんかそういうね、あれがあるんですよ。でその今日はクマさん紹介にね、ちょっと応募してちょっと行こうかなと思います。でその前にですよ、ちょっと武器屋によってね、ちょっと武器を買いたいんですよ。ここかな、武器屋。おっとっと、武器ではなかった。頭屋か。まあ、せっかくだったらね、頭屋でなんか可愛いイカちゃんじゃん、エボシエボシにようこそって言って、じゃあ今日はこれでなんかそれぞれのギアに、まあ、ギアパワーがあると。なるほどね。ほー、バッチリだから、あとはよろしく。そうか、なるほど。これでちょっともうその性能アップとか、いろいろイカダッシュ速度アップとか、いいね。スペシャル増加量アップ。うん、なるほど。これはラストスパート、はてな。まあ、とりあえずあれだね、ちょっとイカ速度欲しいから、これにしよう。これちょっと買おうか。この蛍光のこのピンクの髪の毛には似つかわしくないこの帽子をね、ちょっと1個買おうと思います。これ買おう、これ1個買おう。はい、800円でね。で装備しますよ。いいね。なぜかオレンジ色に変わった。はい、これでカスタマイズいけるから。とカスタマイズはしません。はい、これでね、徐々にね、強くなっていきますからね、私サク。これ武器屋ってどこ？これ武器屋、これ何これ、なんかいかにもゲーセンって感じだけど。あー、これローカル通信か。ローカル通信いいや。これは友達いないんでね。はい、そうで、なんかいろいろね、まだ見てなかったですもんね、このハイカラスクエアをね。はい、でちょっとね、武器屋に行きましょう。武器屋ってどこ？ここか。これ服屋か。ニューって服屋はね、今の服が気に入ってるからね、いいや。はい、ということでね、どこ？武器屋ってどこ？あ、これか？ここかな？ここが武器屋かな？ここっぽい。来たよ、武器屋来ましたよ。もう大好きな武器地ちゃん、武器地、いらっしゃいやし。バトルの武器なら何でも揃う、カンブリアムーズにようこそですし。はい、メインウェポンとサブウェポン。そうでございますか。試し打ちいいね。試し打ちね。まあ試し打ちしなくてもね、一応ね、Wii U の時もやってますから、軽くね。はい、まあとりあえずね、スプラシューターを扱ってもいいから、もう買いますよ、スプラシューター。僕ね、一番大好きなのローラーが欲しいんだけど、ローラー。クイックボムとスーパー着地、攻撃ダメ押し。うん、守りの切り札でも活躍。なるほどね。君も一人前。なるほど。ちょっと話長いぞ、武吉。ちょっと話長いぞ、武吉。武吉、不器用なのか。ちょっと話長いから。ホットブラスター、うん、いいから、ちょっと早く買わして。お金ならあるんだから、15,308円。ほい。長い。カットするぞ、武吉、カットするぞ。お、来た、ちょっと待って。スプラローラー、これ買うからね。これ絶対買う。俺、ローラー大好き、サクだから。サクローラーだから、サクローラー。いいね、インクを放って攻撃。あ、いいぞ。これね、このローラーが一番好きなんですよ。とりあえずね、この武吉くんの会話はカットだ。はいはい、カットしました、武吉ちゃん。ごめんなさいね、あれだけ一生懸命セリフを覚えてね、台本読んだのに、私、サク一気にカットしました。はい。とりあえずね、このローラーを絶対買います。これね、これ僕大好きなんですよ、ローラー。このローラーをとりあえず買いますよ。これをね、買います。で、これをね、早速ね、装備します。これが大好きなんですよ。ありがとうございました。はい。でね、スプラシューターか、なんか、一番、こう、スプラシューターコラボ。これもね、いいんだけど、スプラシューターもいいんだけど、とりあえずね、お金はあるんでね、ホットブラスター。これもポイズンミストが、まあでもこれ持ってる、スプラチャージャーは別にいらんね。今んとこ今いらないね。で、とりあえずね、一番高いやつ買っとこうか。一番高いやつ。この、ちょっと待って。とりあえず、スプラシューターコラボにしようか。コラボにしよう。なんかこっちの方が、スプラッシュボムがサブであるから、クイックボムよりスプラッシュボム、
スペシャルがジェットパックスーパー着信。うん。スプラシューターコラボ。これを買う。はい、大人買いしたいんだけどね、本当は。装備はやめとく。ありがとうございました。はい、Thank you very much。武器を変えたならカスタマイズから変えれるですし。はい、ありがとうね、武器ちゃん。もう出るわ。はい、ということでね、ローラーを装備しました、ローラーを。はい。で、ね、ちょっと今から、クマさん紹介のところに消えますよ、あの女の子のアイドル。そーっと行って、そーっと行って。あ、隠れた。はい、でも君んとこ行かない。さあ、ちょっとクマさん紹介行きましょうよ。さあ、サーモンラン。サーモンラン、ここ。バイト希望者かね。そうです。はい、君のように生かした若者しか頼めない内容、とても助かるよ。これ誰が喋ってるのこれ。これ北海道とかのお土産にあるやつだよね。熊が鮭加えてる熊さん紹介。なるほど、そういう意味ね。鮭出てくるもんね。任天堂さんセンスあります。なかなか給料が上がらないってことならブラック企業勘弁してよ、熊さん紹介。素晴らしいね。こういう会社がもっと増えてほしいね。ちょうど次の船が出るようだ。あります。さあ出発だ。 OK、 研修からが厳しいな。さすが研修医だな。 OK、 研修に参加します。おい、そうか、ちょっと待ってよ。おいおい、あれをやってないぞ。あのジャイロをやってないぞ。ジャイロにしたい。まあいいや、研修だからね。鮭を探してみよう。どこにいるの鮭。これ研修だから、あの柵一人ってことだよね。あ、いた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 。あ、ちょっとちょっとちょ、いくら、このいくらをたくさん集めてほしいんだ。鮭を探してみようか。 OK、 ちょっと探してみましょう。これ いっぱいいるよ。これ何、これ今のは子供？鮭の子供か？これなんか鮭が通ったところ、なんか緑色、なんか気持ち悪いな。なんか張った跡が気持ち悪い。なんか張った跡が。うわ、これちょっと待って、ジャイロでやりたい。インクインク。なんかこいついかつい鮭だ。オッケー、いいよ。本当の仕事を頼んでいいか。金いくら。大物鮭が現れた。どこどこ、ちょっとインク満タンにしとくわ。どこにいんの大物鮭。ジャイロにしたいわ。ジャイロに。やばいやばい。これでどこにいるの大物鮭は。こっちか。いたー。すげえやついんぞ。これだよね、絶対。なんと、まあ楽勝だな、おい。金いくら落としたね。触れることで持つことができるんだ。ノルマ、はいはい。左上にね、こうやって3分の0になってるんで、金いくらを手に入れてくれた前。これ金いくらを打つとどうなる？まあ、関係ないから。OK、金いくらを。あれ？コンテナに運ぶ。これ全部一気に運べないんだ。コンテナってどっかあったよね、さっき。あ、これだこれだ、これコンテナ、コンテナ、これか。おや、あの鮭は取るんじゃねえぞ。回収か。ちょっとかわいいな。おー、なるほど。で、こうやって2つ目の、あれを探しに行くんだね。あ、今矢印見たね。カモンと。はいはい。どこにいるの仲間ちゃん。どっち、こっち。あ、ここここ。はいはい。おー、なるほどね。ヘルプ？どこだどこだ、助けてやるぜ。ヘルプ。お、いた。うがん。ここか。そうだね、バイトはね、大変だからね。お金をもらって仕事をしてるわけだからね。カモンとヘルプを使うには十字キーの上か、自分がやられた時に、あのカモンって、あ、ここにあるよっていう時にね。で、自分がん、じゃあ金いくらをコンテナまで運んでみよう。コンテナ近いからね。
はい、じゃあコンテナ行きます。どう？はい、ノルマまであと一つだ。はい、タイムリミットもあるね。三つ目の金いくらを集めてみましょう。じゃあ早速三つ目、これ自分でとりあえずカモンとか言ったら、あ、くるくるカモンできるできる、ナイスは、ヘイナイス、オッケー、全然ナイスじゃなくて、おっ、こいつらか、こいつらか、こいつらか、お、金いくら、金いくら、やばいやばい、やられるやられる、オッケーオッケーのすけ、オッケーのすけ、よしよし、早く運ぼう、早く運ぼう、早く運ぶんだ、早く運ぶんだ、サクサク、オッケー、3つの金いくら集まったよ。なるほどね、ノルマ達成、余裕があればもっと集めてくれないか。なるほど。あ、これ今からやんのね、もうやんのね、これで、これで運んで、最後に運んで、なるほどね、こういう感じでやると。なるほど、わかりました。怖いな、なんかこいつら。はい、研修ここまでですね。はい、やあやあ、おかえり。なかなか筋がいいね。みんなに言ってんだろ、クマさん。もう一つで研修受けてもらう。おお、なるほど。さあ、研修その2、今日はあれだな、研修その2を受けてなんか終わりそうな感じだな、なんか。じゃあいいや、とりあえず研修を先やってしまいましょう。では研修その2を受けます。研修参加します。ほい、来た。7種類の大物鮭がいるんだ。へえ。なるほど。どこにいるんだ？頭上？あ、あいつか。あいつ、あいつだね、あいつだ。でかっ。ちょっと待って。でかいでかい。あ、頭上を狙うの？あ、やばいやばい。これはやばいぞ。おい、やられたじゃねえか。はい、浮き輪タンク状態になってしまう。よくないね。はい、洗い流してください。ボムを攻撃しないといけないから結構あれだね。これジャイロの方がいいわ、本当に。はい、なんかね、諦められたなんかちょっと苦戦しているようだねとか言ってクマさんに言われて、ちょっと後回しにしようとかって言われて、なんか次ヘビのようなマシンを操るシャケと、これマシンに触れるとダメージを受けるって、これなんか難しいね。待って、これうまく回り込んで倒すんだ。さっきもさ、なんか爆弾を撃とうって言って、これジャイロじゃないから結構きついんだけど、なんかね、全然ダメだったよ。ちょっと待って、これ、ちょ、見えない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 。あ、こいつか、こいつか。このマスクしたやつを倒すのか。勘違いして、こうか、こうだ、こうだ。はい、次3、鉄板。また飛ばされた。また飛ばされたよ。大きな鉄板を持った鮭。正面から攻撃してもガードされてしまう。攻撃し続けると姿勢が崩れて動かなくなると。オッケー、そういうことね。はい、とりあえずこの辺ちょっと青色にしとこう。もうダメだわ。充電充電。はい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 、こういうことね、こういうことね、こういうことね。でもインク切れそう、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 インク切れそう。切れてんじゃねえ、こっちじゃねえか。これで後ろを攻撃しろってことだよ、これ。こうだ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 。うわ、もうジャイロじゃねえから、ほんと。こういうことね、こういうことね。オッケー、こういうことよ。なるほど、これは簡単だな、これは簡単。タワー、すべての鍋。ああ、はいはい、あれをなんかだるま落としみたいにこうやっていくっていうことね。よし、ちょっと早速いきましょう。うわうわ、もうこれ勝ち目ねえじゃん、これ。ちょっと待って、こうか。
オーケー、こういうことね。はい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 。いくらコンテナまで運ぼう。結構これ大変だけど多分面白いね。これみんなで協力してやっていくわけでしょ。これは結構面白いよ多分。はい、まだいんの？モグラ、これもうモグラ、潜りながら追いかけてくる。ボムか。ちょっと待てよ、これはどっちから来る？向こうから。来た来た来た。これもきついな、これもきついな。これはきついぞ。これタイミング命じゃん。これ飛び出す場所に。はいね、またカットされましたよ。コウモリ、はい、雨雲を発生させるロケットか。なるほど、ロケットを攻撃すると打ち返すこともできると。大物射撃が現れた。もうこの辺ちょっと本当塗っとこう、青色に。じゃないともうダメ。ロケット、あ、これを打ち返すのね。こういうこと、今のでいいの。うわ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 、この辺緑の雨が、緑の雨がやばいやばい、緑の雨が。ちょっと場所を変えよう、場所を変えよう、場所を変えましょう。ジャイロじゃないから大変だよ。ちょっともうジャイロで慣れちゃってるもん今。これでいいのか。結構でもこれ本当面白いけど結構難しそうでもあるね。さっき言ったことと全然違うけど、まあとりあえずこんな感じか。入れるときの音が可愛い、ポンって。その7、これその何本まであるの、これ肩パッド。気まぐれにマルチミサイルを撃ってくるって、これおいおい。2つの発射口にボムを投げ入れることで内側から倒すことができると。どこかな、この辺が。なんかちょっとあれだな、どれ、あ、あれか、2つの発射口、ここにボム入れるって、これ結構難しいんじゃない。これ入んないしね、やっぱりね、入んないよね。ちなみにね、この肩パッドがね、多分一番難しいよ、これ。入んないもん、全然。これはダメだね。一番難しいわ、これ。はい、放っておこうか。放ってたらダメでしょ。まあ、とりあえず今回の研修はこれでおしまいということですね。なんだ、この壮大な終わり方。まあとりあえず研修が今日終わりましたよということですね。面白そうですね。でもなんかこれをまたみんなでやるっていうのがすごい面白そう。はい、とりあえずこれでバイト任せることができるそうですので、はい、他のアルバイトたちと一緒になっていくら集めをやってくれたまえと。基本の運を教わってないって、そう、これ突っ込もうと思ってた。なるほどね、いいこと言うね、クマさん。本番が始まるよ。運は繰り返す、打ち寄せる波から運を感じ取るんだ。君には期待している、頑張ってくれたまえ。はい、ということで、まあ、とりあえずね、今日これぐらいにしておきましょう。まあ、あくまでもちょっとこういう研修でこういうゲームですよっていうね、このサーモンランっていうのが新要素でね、それをお知らせという形でしたね。はい、じゃあまた次、まあ明日かな、次回このサーモンランでチャレンジしてバイトに参加、そしてこのフレンドとバイトとか、フレンドさんはね気の合う仲間、そしてこの友達誘ってボイスチャット、まあこれで、まあ、バイトに参加して、まあ、オンライン対戦という形でやっていこうかと思います。はい、さあいいですね、武器も新調しましたでね、楽しみですね。はい、それではまた次回もね、ぜひともよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。サクの部屋、サクでした。